こんばんは。新劇場になってから立ち位置は変わってなかったんだけど、衣装がディノと逆になって赤と青が交換になって、私青になってたんですよ。そうだからあそこがね、私も赤の印象を持ってる方が多いと思うんですけど、ペガススは私途中で変わって青になったんですよ。そうそう、だから衣装がね、昔のやつ衣装か貸してもらえないというか、もう新しい衣装を作っちゃったから、そう AKB さんの衣装ではなく HKT で作った衣装を今回も着ます。そうそうなんですよ。だから一応私はね、何のユニットになるかは分かりませんけど、その当時やってた時はもう私用に青のやつは作ってもらった感じ、赤はディノのサイズに合わせて作ってたし、青はアイリのサイズに作ってもらったって感じだったので、そう変わっちゃったんだよね、色が。だからまあいろいろなことを思い出しながら皆さん見ていただけたら嬉しいけど、なんだ、リバイバル公演とかも DMA まで最近やってたのかな？そう。ね、まあ私も赤のイメージは強いかもしれないんですけどね。まあ、新劇場の時は青のペガススだったかな、私は。そう。だからもう当初っていうかもう初日っていうか、最初の初期の頃はね、髪長い時は赤だったんですけど、髪切ってから青だね。そう。どう、ノーパラアップされてる。ああ、そうなんだ。昔のやつだよね、多分。髪長い時だもんね。昔のビーステの時とか、ビーステがある西鉄オールの時とかだよね。そう。あ、だ昔の衣装を着てる時ですね、多分。それがもう結構前だね、本当に前。西鉄ホールの時ですね。そう、でも昔の衣装はね、やっぱね、本当に重みがありました。AKB さんの重みがあったな、あの衣装は。そう、あの時はね、あの赤の衣装ね、また着たいな、本当に。結構質感とかも違くて、ベロア生地ですごい高級感あふれる衣装で、なんか重かったんだけど、なんかすごい、あれまた着たい、いつか。コールもぜひ復習、予習復習お願いいたします。私野呂さんの衣装だったかな、野呂さんの衣装、野呂さんのポジションだったので、多分赤だったかな、昔のね、あれは。ビーステがね、懐かしいよね。まあちょっと衣装もね、変わっ、そう、新劇場になって変わっちゃったので、なんか、そうだね。だから本当に、懐かしい。なんだろうな、AKB さんの衣装借りてた時の方がなんかちょっと懐かしさみたいなのはあるんだけど、すっごい昔すぎて、私髪長い時だったから、そう懐かしさみたいなのあるんだけど、でも本当にね、いろいろノーパラという公演をね、この7人で、今の7人でできるっていうのは本当に一度限りだと思うので、そう、まあ7人のノープラ楽しみつつ、その脳内パラダイス公演というね、思い出がある方はそれもちょっと振り返りつつというか、思い出しつつ、見たことない方は新しいものとしてこう見てもらって、楽しんで、いろんなね、いろんな角度から楽しんでいただけたらなと思って
おります。いろいろな変わってる部分が目に見えて変わってるところももちろんあると思うしね、いろ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 楽しんで、欲しいです。そうね、まあ恋愛禁止条例公演の時もあのこの間ね会った公演の時も1回限りだったからね、すごい貴重な1回というそこにね レア度が詰まってるかなと思うので、目撃者の白いコートが重い、あ白いコート全然重くない、制服の目のコートが一番重いです。もう過去一、過去一というかもう衣装の中で一番なんじゃないかな、それぐらい重いですね。それに比べたら目撃者のコートはもう超軽い、本当に超軽いです、超軽い。こんばんは。でもちょっと今は一旦ノープラ置いといて、明日明後日の13周年コンサートリハでしっかり頑張らないといけない2日間なので、また一応また思い出し中なので大変です。こばこばありがとう。シアターの女神は私着たことないか分かんない。私が着た中で一番重かったのは制服の目のコートかなあれはちょっとね、栄養とお出かけ用メガネは、お出かけ用のメガネはおしゃれなメガネしか、なんていうの、度が入ってないメガネしかかけない。なぜかというといつも外でお出かけするときカラコンつけるので、コンタクトつけるので、どなしおしゃれメガネをかけることが多いですね。そうそう、本当にちょっとやらなきゃいけないことがごちゃごちゃ、もう行ったり来たりしなきゃだね。多分コンサートの前にノーパラだから、どっちにしろまたノーパラの思い出すし、その後またコンサートでしょ、だからもう行ったり来たりで、もう脳がすごいです。ノーパラ当たったよ。おお当たってる。あ、クリショさんありがとう。大ちゃんありがとうございます。虫のバラードでしょ。HKT のやつは全然重くない。 AKB さんのわかんないけど、誰が一番やばそうやばいそう、やばく、みんなやばいかな、大変。頭の眼鏡ね、そう言ったことないんですよね。そう、生誕グッズも今日もう完成したんですけど、なんか可愛いと思います可愛いっていうかタオルも含め、なんか2025年バージョン生誕 T シャツ、そしてタオルもちょっと可愛いのができたかなと思ってます。1956ありがとう。なんかファン、あ、そう、あ、そうだ、背番号なくなった、そうだそうでした。 T シャツ、なんか、T シャツも可愛いと思います。個人的にタオルもすごい可愛いと思います。グッズのスタッフさんにはなんかなんだ、毎回ファンの方が喜ぶようなデザインをありがとうございますって来たんですよ、返信が。ってことは結構なんか高得点かなって思ってますね。ファンの方喜ぶようなグッズをありがとうございますって嬉しいお言葉をいただいたので、結構いいんじゃないかなって思ってます。背番号なくなるのは、なんかそういう話は聞いてたのでね、
背番号なくなるってね、ついに。そう。まあね、まだ10代とかだったらちょっとあってもいいんだけど、私的にはもうちょっとね、なくても私はいいかなって思ってたから嬉しいです。うん、あ、小さいタグそこに書いてるみたい。あ、そうなんだ。まあまあ嬉しい。うん、まあでも、まあでも2月だからまだ、ね、まだだよね、販売は。来年販売なのでお待ちください。ズッキーさん、ありがとう。こんばんは。背番号好きだ。あ、そうなんだ。背番号もいいけどね。うん、いいけど、まあ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 、いろんなことにこう変わって、変わらないものもあれば変わっていくものもありますし、まあ変わってもね、なんかなんだ、なんかあんまりね、いや、もしかしたらめっちゃ本当に、いや、背面の数字が大事なんだよっていう人もいたかもなんですけど、まあ別に私はね、変わってもまあいいかなとは思うっていうか、まあ時代の流れいろんな新しくなっていくこともあってもいいじゃないかと私は思っております。そう、変わることもあれば変わらないものもあってね、まあまあまあ、うん、あれ好きな人どういうこと、そうなんだ、なくてもいいけどね、別に寂しく感じますね。自分で書いたらいいじゃん、もう、あの数字が欲しいならでっかく白ペンで自分で書いたらいい。うん、そうそう、まあ変わることもあるけど、まあまあそうね、まあ令和ということで時代も進化していきますよ。うん、自分の年齢を書くか、いいと思うよ。自分のオリジナルで書いちゃってくださいよ、何か書きたい人は物足りない人は自分で T シャツペンでなんか書いたらいいじゃない。うんうん、うん、確かにね、自分の年齢かお休みになる方はお休みなさい。もう56分だった。あら、そうなんだね。皆さん今日もお疲れ様です。月曜日お疲れ様でした。愛知の瞳が可愛いのに気づかされました。あ、なんか13周年グッズ出てるんですけど、出てるんですけど、あれだ、そう、缶バッジは自分のなんかちょっとデザインがついてるんですよ。私なんか目線外ししてるやつがなんか採用されてた。そう、ランダム缶バッジね、私なんか目線そるしね、可愛いですよね。あれもランダムだからね、確かに。アクスタキーホルダー、アクリルキーホルダー、ありがとうございます。皆さんぜひゲットしてください、13周年グッズも。ではランキングをね、まあちょっとそろそろ読もうかね、読もうかね。ランダムなの、そうなんだよね、ランダムなんだよ。ランダムって多いからね、人数が。
アクスタにもなるのすごいね。最近もう終わり。13位ドームさん、12位まっちゃん、11位石村浩さん、10位ヤクさん、9位フジピーさん、8位タモちゃん、7位北ペグさん、6位タータンさん、5位コバコバ、4位クニショウさん、3位ズッキーさん、2位アオイちゃん、1位タイちゃん、ありがとうございます。ありがとう。あのさ、パスポートケースとかカバー、パスポートカバーとかってさ、どこに売っているんだろう。ネットでしか買えないかな。なんか普通に私家にさ保管してるんですよ、パスポートを。でもさ、なんか私10年のやつなんだけど、なんかちゃんとケースっていうかカバーに入れて保護しといた方がいいんかなとか思って、なんかあんまりお店に売ってない気がするんだけど、気のせいですかね。ネットにしか、やっぱネットで買うとかしかないのかな。ね、カバー欲しいよね。つけてないんですよ。え、100均に売ってる？本当？そうなの？ちょっと見てみよう。ありがとうございます。ではおやすみなさい。じゃあね、またね、おやすみ、バイバーイ。